特別ルール。とうとう2021年シーズンが開幕したプロ野球。今年は例年とは違い、新型コロナウイルス、東京オリンピックの影響で様々な特別ルールが適用されており、今後シーズンを戦っていく中での戦略戦術に大きく関わってくるんです。そこで今回の動画は21年の主な特別ルール5つを確認していきたいと思います。ではどうぞ。出場選手登録、例年だと1軍登録は29人、ベンチ入りメンバーには26人登録できます。一度登録を抹消すると、その日から1軍の公式戦には出場できなくなり、10日間は再登録ができません。しかし20年には新型コロナウイルスの影響で1軍の登録枠が29人から31人、ベンチ入りメンバーは25人から26人に拡大する措置が取られ、今年も継続されます。このルールを去年うまく使ったのが原巨人で、自チームの支配下選手をフルに活用、1軍2軍の入れ替えを活発に行い、野手では松原ら新しい力の台頭、投手ではシーズンが進むにつれてリリーフ陣を整備し、セリーグを独走、優勝しました。外国人来日時期、今年は新型コロナウイルスの影響で、日本政府は特段の事情がない限り、一部の国、地域を除く全世界から外国人の上陸を拒否しています。特段の事情の意味など詳しくはこちらの動画で解説しています。先日の報道で日本政府は緊急事態宣言が解除された後、特例で入国を認め、厳しい防疫措置を取った上で14日間の待機期間の練習を認める方針を決めました。入国翌日からの3日間は個人練習に限り、3日目に PCR 検査で陰性が確認されれば、4日目以降は同じ日に入国した選手との合同練習が認められます。スポーツ庁によると、試合に出場できるのは待機期間の後となるため、最も早くて4月以降となる見通し。ただ4月以降に合流できたとしても調整期間が待っているので、完全に1軍で出場できる状態になるにはさらに時間を要します。すでに来日してキャンプオープン戦をこなし、順調な調整を重ねている既存助っ人に比べるとかなりのハンデになります。来日していない助っ人はいかに自主練でいい調整ができているかが鍵となりますね。またチームから見ても、すでに6人の助っ人外国人が来日している阪神と、打線の中核を担うソト、オースティンを含む全ての助っ人外国人が未だに来日していない DeNA とでは、かなりの戦力差が開いた状態で序盤を戦わなければならないため不利です。外国人枠、新型コロナウイルスの影響で外国人の1軍登録は5人に拡張されています。なおベンチ入りメンバーは4人までで、同時に出場できる野手は3人まで。ベンチ入り4人やったら別に意味ないやんと思われる方もいると思いますが、阪神のように外国人が多いチームは選択肢の幅が広がるため有利です。開幕は野手マルテ、サンズの2人、投手はガンケル、エドワーズ、スアレスの3人でいきますが、今後アルカンタル合流、ヨーカは板山ら日本人の覚醒で野手1、投手4になれば、ガンケル、アルカンタルを抹消させることなく先発ローテに入れることができます。この他にも中継ぎローテなど1軍登録枠が増えることで戦略の幅が広がります。9回打ち切り、NPB は新型コロナウイルス感染拡大を受けた営業時間短縮要請に対応するため、今年は延長戦を行わず9回打ち切りとしました。そのため首脳陣は10回以降の延長を考えなくていいので、早い回からガンガン中継ぎを投入することができます。藤浪投手はこれについて、先発は長いイニングを投げられない、良くなかったら 4,5 回でバサッと変えてどんどんリリーフをつぎ込んでいく野球になるんじゃないかと思いますと語りました。また早い回での代打代走の積極起用や、藤浪投手の言うように早い回で中継ぎが投入されると予想されることから、今年のプロ野球はいかに先制点を取って逃げ切るか、先手必勝が大事になりそうです。オリンピック、プロ野球は東京オリンピック開催のため7月19日から8月12日まで中断期間を挟みます。かつて監督として阪神をリーグ優勝に導いた岡田彰布氏は、今年のペナントレースは昔のパリーグの前期後期みたいなもんと語り、いかに開幕ダッシュができるかが大事と語っています。2シーズン制は1973年から82年までパリーグのみ実施され、130試合を65試合ずつの前期後期に分け、前期優勝チームと後期優勝チームが5回戦制のプレーオフを実施していました。岡田氏は、今年は7月までを前期と思ってスタートダッシュが大事やっていう、中断期間を迎えるとき貯金10個と借金5個でどれだけ気分が違うか、やからスタートダッシュがやで、今年は絶対大事や。おう、またかつての WBC オリンピックで選手が選ばれると戦力が大幅に低下、チームに戻った時調子が悪くなるなどのデメリットがありましたが、今年はプロ野球全体が休止に入るので逆に代表に選ばれない選手が実戦から遠ざかります。その点がオリンピック後どのように左右するのか注目ですね。というわけで今回の動画は以上となります。
今年ほど選手層の厚さ、そして監督の手腕が問われるシーズンはないのではないかと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。